すげえ荷物が送られてきた。いつもね、まあいろんなものをくれる方なんですけど、今回もまたその方が大量に送ってきました。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。マジでこんなにあんの？またジェイハリソン。新品じゃん。新品。あ、クォーツだな。全部くれるってか、すごっ。あらら、セイコー5。セイコー5じゃん。新品？嘘でしょ。新品だぞ。セイコー5。セイコー5。マジで新品じゃん。マジか。これは？あらららら、これはまた新品の時計だ。すげえ。あらららら、これはまた。何これ？あらららら、かっこよ。マジで面白い。あ、みんな電池がねえって言ってたな。みんな電池がねえって言ってたんだ。みんなめっちゃいいじゃん。なにこれ、うわぁ、なんかすげえ面白い。こんなんカスタムし放題じゃん。うわぁ、これめっちゃかっこいい。カスタムしよう。これはすげえな。これ何？緑の時計。ああ、これがちょっと直してくれっていうやつだ。これが修理依頼。テクロス、これもいらないな。これドタケのこれ。わらららららら、らデイトナ、テクノスデイトナ。あら、これいいじゃん。
スマートウォッチ。これは面白そうだな。これめっちゃ面白そうじゃん。あららららら、いいじゃんこれ。おお、これはまた面白そうだな。これ充電してみようかな。どうやって充電するの？ああ、ソーラー電池だ。ソーラー時計。これもいらないってことでもらったんだ、これ。ああ、これは、ナグが壊れてるってな。セイコー5じゃん。ナグが壊れてるんだ。じゃないの。すごい。ちょっとありすぎるわ。ありすぎる。ありすぎる。ちょっと。これはちょっとどうしよう。今後のあれを反省しかないな。どうしようこれ。何かするか。マジで。どうしようこれ。直して売るかね。ちょっとこうしまおう。ってことでまた R 氏から大量に来ました。めちゃくちゃ大量に来たの。まあ、大量に送るっては言ってたんですけど、うん、来たら本当に大量でびっくりしました。いろいろなもの、まあ、ほぼもう半分以上、いや7、8割はもう全部新品だね。新品もいらないからって、いらないっていうのは何て言ったっけな、なんかこう売ろうとしてたらしいんですけど、もうめんどくさいからいらないみたいな。すごいよね。すごい量、相当にすごい量です。まあ、どうにでもしてくれって言ってたんですけど、うん、まあ結構まあね、ジェイ・ハリソン、ジョン・ハリソンとか、あとはテクノスも入ってましたね。セイコー5なんかも入ったりして、シズンエコドライブなんかも入ってましてね、うん、ありがたい。でまあ中古もあったりで、まあ、してね、まあテクノスなんかまた親父が好きそうな雰囲気ですけどね。まあ、復活させれるものは復活して、まあいかようにもしてくれっていうことなので、なんかね、まあ企画かなんかでちょっと、うん、そういう、まあ、なんか考えてもいいんですけどね。面白いのとかあるでしょ。なんかすごい面白いのとかあって、もあの氷とかさ、ああいうのすげえ面白いの。大阪のおばちゃんがしそうな時計みたいなのがあってさ、ああいうの面白いなと思ってさ、こういうのとかさ入ってても面白いですよ。いや面白いなと思って、これまあどうにか何かいい具合にね、何かできればなと思ってます。せっかくこんだけいただいてるから面白いんだよな。さっき見たでしょ、ヒョウのやつとかさ、あれとか最高じゃない。あ、最高だなと思って、あれめちゃくちゃいいじゃんと思って、なんか面白いのなんか考えてるんですけどね。うん、まあ、プレゼントでもいいんですけどね。なんかこう企画かなんかでこうね、少しこう直してプレゼントっていうのもいいんですけどね。まあいろいろ考えてみます。いかんせんかなりもらったもんで、
で、まあ、まあ、またまた送ってくれるっていうことなんじゃ、また送るっていうことなんで、面白い非常に面白いです。この人面白いんだよね、すごく面白いんですよ、うん、まあ電話とかもするんですけど、面白い方でめちゃくちゃ面白いです。依頼品が1個だけ入ってたっていうね。めっちゃ面白いですよね。なんかね、会社やってるらしいですけど、そのくせコピーいっぱい買うんですよ。面白い人でさ、ほんと面白いんだよな。いろんな変わった方がいますね。まあなんかこう企画で面白いのをこう考えていければなとも考えてますけど、せっかく回ったんで何かできればなとも考えてます、うん、まずはまあちょっとね、めぼしいというか、あのジャンクっぽいのもあるので、ああいうのをこう直していきたいですね、うん、新品はまあ電池交換とかで、ね、直るそうなので、まずはそのジャンクっぽいやつはね、あのそういったものをこう直して復活させていって、でまあやっていこうかな、うん、この大量なものをどうするか、まあ、ちょっとまだ考えつかないですけど、大量すぎてちょっとどうしたらいいか分かんないぐらいですけど、ちょっと何かやっていければなと思ってます。いや本当にありがとうございます。本当にありがたいね、こうやってまあ、ね、いろんな方々に支えられて、視聴者に支えられてやれてます、うん、なんかこういったこうね、いっぱい持ってる方のこうなんかこうね、なんていうのか、こうおすわけでもないですけど、できればなとも考えてますからね。一番いいのはこうなんかこう不快でね、なんかこうやりたいよね、こうなんていうのか、こうビンゴ大会とかさ、そういうのもこうちょっと面白いなと思ってるんですけどね、完全そういうのをちょっとやってみたい。やってみたいなと考えておりますね。いやー、しかし RC ありがとうございます。ってことで、こういったことですね、日々の作業、そして日々もらったもの、結構ね、もらうんですよ。本当にいろんなものをもらいます。大変結構ね、本当にこまめにいっぱいもらうんですよね。お酒だとか、お菓子だとか、本当にもらいます。そういったもらったものをね、ちょっと紹介するのは、結構インスタとかに上げてます。うん、上げきれないのもあるんですけど、来て速攻飲んだやつとかありますからね。お酒もらって来てもそこ飲んだっていうのもあるんですよね。あれうまかったな、あの酒なんだっけな、あれもねインスタに上がってるんですよ、うん、インスタに上げてますから、そういったものをね、面白いね、うん、いや本当にありがたい。やっぱりね、いろんな方がこういろんなものを知ってるもんで、知らない世界をこう見せていただいてるというか、知らないその食べ物だったりもありますし、またうまいものもありますからね、本当に知らないんですね、うん、世の中にはいろんなものがあるんですね。いやー勉強になります。人からもらって勉強になりますっていうね、ありがたいです、本当にありがたい。こうやってね、日々、まあ、いろんな方々に支えられて、視聴者の方に支えられてやってこられてます。本当に感謝です、本当にありがたいな。なんかこうね、いつかこう恩返しができればと思ってますんで、またぜひ応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでね、日々の作業なんかはね、インスタ、ツイッター、そちらによくアップしておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。いただいたものはよくそちらにアップしておりますんでね、そちらもフォローしてください。本日もご視聴ありがとうございました。いやー RC ありがとうございました。そう、依頼が1個あったから、あれ忘れそうだからさ、やんないとダメだね、あれね。